最近ビール飲んでますか？ビールは最初の一杯だけの人も、久しぶりの人も、あんまり飲まないという人も、ん？あれ？美味しいでしょ？美味しい。いや、美味しい美味しい。本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ビールが美味しいって言えてすっごい嬉しいです。さあビールにしませんか？とびきり美味しくなってます。キリン一番搾り。最近ビール飲んでますか？とりあえず乾杯みたいな。でそっからもうすぐ変えていく感じですね。ビールに対するこだわりとか？こだわりは全然ないです。ちょっと味わっていただけますか？美味しい。美味しいでしょ。めちゃくちゃ美味しい。さあビールにしませんか？とびきり美味しくなってます。キリン一番搾り。最近ビール飲んでますか？普段ビールは一応飲むんですけど、そんなに量も飲めないし。こだわりとかはあるんですか？全然ないです。ビールってまあみんな大概美味しいでしょ。いやいや本当違います。美味しい。美味しいでしょ。もうちょっと飲んでもいいですか？もちろんもちろん。いや、美味しい美味しい。本当に美味しい。さあビールにしませんか？とびきり美味しくなってます。キリン一番搾り。最近ビール飲んでますか？ビール飲みます？すいません、ほとんど飲まない。飲まない。ちょっとやっぱり苦味があるかな。一番搾りってどんどん美味しくなってんのよ。いただきます。ん？あれ？思ってたのと違う。美味しいでしょ。さあビールにしませんか？とびきり美味しくなってます。キリン一番搾り。ビールが美味しいって言えてすっごい嬉しいです。普段はビールは？ビールはまあなんかこうとりあえず一杯、とりあえず一杯みたいな、乾杯ぐらいの感じで、はい、でそこからもうすぐ変えていく感じですね。普段は？普段はもうほぼハイボール。なんかもうほんと一杯、ほんと最初の一杯だけでもう終わり、うん、と思ってるでしょ。はい。一番搾りはそうじゃないの。いや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 、ほんとほんと俺が作ったわけじゃないけど、俺ほんと大好きだから。じゃあもうそういう意味ではもうビールに対するこだわり、ごめんなさい、すいません、こだわりはない、全然ないです。一番搾りの印象も？一番搾りの印象もとすいません、特にないですけど、義理の母が、うん、よく飲んでますね。あ、本当に？置いてはあるの。あの、じゃあもう、はい、いいから、はい、お母さん呼んできて。お母さん呼んできて。ちょっと表に出る仕事してないんで。あ、そうか。あれ、おいしい。おいしいでしょ。おいしいでしょ。おいしい。めちゃくちゃおいしい。めちゃくちゃおいしい。こんな味でしたっけ？ね、なんか一杯しか飲んでなかった自分にちょっと今なんか反省っていうか。よかった。めちゃくちゃ美味しい。もうすごい。ファンになるでしょ？ファンになります。でしょ。本当ごめんなさい、一番搾りって。うわ嬉しい嬉しい。本当失礼しました。本当に一番搾りはどんどん変わっていくんで、はい、なんか置いてはあるんで、実家に。義理のお母さん、はい、だから今度義理のお母さんと一緒に飲みます。飲んで家族の家族円満、家庭円満のためにも、ね、一番搾りで家族が一つになる。なる、うん、なれるでしょ。いや、なります。なれる感じがする。すでにファミリーは仲いいんで、この一番搾りでまた一つになって、より一層ね、幸せな。いや幸せ。おいしい。いい言葉が。おいしい、ね。本当おいしいんですよ。実はそんなには飲めないんですよ。飲む席にいるのは全然大丈夫。いや楽しい、うんうん、大概私の周りで飲む人たちは楽しく飲む人たちなので。特にあれだもん、舞台やった後とかね。そうです、やっぱりお芝居終わった後とか、ね、何か終わった後にみんなで飲むのが、うん、まあ、一番多いですかね。普段ビールは？ビールはですね、飲みます。一応飲むんですけど、うん、そんなに量も飲めないし。そうなんですか？そうなんです、まあ、ビール特にそんなに量が飲めなくて、でも必ず飲みの席の一番最初は絶対ビールじゃないと
なんか落ち着かない感じはあります。そうですよね。こだわりとかはあるんですか？全然ないです。どこのビールとか全くないです。ちなみに一番搾りって飲んだことありますか？ありますよ。あります、うん、イメージは、うん、美味しいっていうイメージかな。でもビールってまあみんな大概美味しいでしょ。まあね、それを言い出したらね。そうでもない？いやいや、ほんと違いますよ。美味しい。美味しいでしょ。ちょっと違うでしょ。いや、美味しい美味しい、本当に美味しい。なんかあの周りにいる人がとてもあのハッピーな人が多いんで、なんか飲んでくだまくって人はいないんですよ、割と。あ、そうね、そうね、そうね、うん、周りそうですよね。そうなの。だからいつもなんか幸せな気分になれるっていうか、見てるだけでもこんな綺麗だったら幸せだよね。確かに、本当に見た目もね、うんうん、あんまりビールのことについてそんなに深く考えたことはないんですよ。確かに、うん、普段考えないですよ。そうです、さっと言ってさっと飲むみたいな、うんうんうん、だけど味わうと美味しいです ね、うん、ハッピー、うん、なんか仕事してその後舞台の後で飲みたいですね、一緒にね。それが、あ、もういつか本当に、ね、ぜひぜひ。普段って、はい、ビール飲みます？すいません、ほとんど飲まないです。飲まない、はい、アルコール自体は、まあ、機会があればあのちょこっと私も美味しくいただきたいんですけど、うん、頻繁には飲んだりはしない。ビールどうぞ。いただきます。いただきます。ん、あれ美味しいでしょ。イメージがちょっと違うんじゃないかな。あの苦味が得意じゃないと思ってたんですけど、うん、はいはい、これは美味しい苦味ですね。よかったよかった。どんどん味わいたい感じ、うん、こう一口飲んで置くっていうよりも一口飲んで、うん、うん、っていう、ね、いや本当にこう幸せな気分になるんですよ、本当に。本当ですね。ね、あれなるでしょ。なります。あ、でも本当に美味しいなこれ思ってたけど、はい、あ、なんかビールが美味しいって言えてすっごい嬉しいです。よかった、嬉しい、うん、うんうん、いいですね。全然大丈夫でしょ。イメージが全然違うでしょ、今までのね。本当に違います。勝手に思ってたりするんですよね、ビールって。なんかこうちょっと決めつけてた部分があったかも、ね、もったいなかったな。美味しい、嬉しい、嬉しい。俺が作ってるわけじゃないんだけど、俺が作ってるわけじゃないんだけど嬉しい。やったー。